どうも、はじまきよしろうです。怒りの雑談ですよ。今日ワンパンマン見ようとしたら、ワンパンマン撮れてなかったんですよ。まあ撮れてないのかって思って見たら、まあね、まあ、撮れてなくて、で、なんでムカついてるかっていうね、なんかワンパンマンのクソみたいな特番に邪魔されてたんですよね。俺は気が早くて、もう特番からね、予約してやろうと。特番からこの連ドラ予約したらワンパンマンいけんじゃないのかなって言ったら、特番だからできてなくて、なんかもう存在しないシュードラをずっと追ってたっぽいんですよ。時間帯一緒なのにね。その、なんだろうな、悪空間みたいなのができてたんですよ。なんかその、時間は全く一緒のテレビ局で予約できてないっていう、その、幻影を追っていたんですよね、この機械が。えって思っちゃった。だから特番は俺はもう許さないです。ああ、二日後だ。マジ腹立つな。幻影をずっとこの機械を追ってたんですよ。ねえ。律儀にね。普通だったらそこはさ、なんかさ、次の週のやつやるじゃん。めっちゃ腹立つな。なんか俺が撮ってない水曜どうでしょう。なんか撮ってるくせにさ。お前、多分前の週に終わったアニメのなんか水曜どうでしょうみたいな、こいつ撮ってるくせに、なんか、そのワンパンマンの特番、全く同じ時間のワンパンマン撮ってないっていう。もう、めちゃめちゃ腹が立つね。最悪です。クソが。まあ、そんな怒ってないですけどね。なんか、これ普通だったら怒っちゃうんですけど、まあ、そうでもないかも。ちょっと怒ってるんで、気を沈めるためにクッキーでも食おうかな。インゴみたいだね。なんか。あ、もう英語ムカつくんだよな。なんで英語にすんの？腹立つな。喧嘩売ってんじゃん、それは。あ、けっと、かゆっ。かゆい。めっちゃかゆっ。ウェンゼンデツパンパンワン。痛いよ。ニキビができて痛いね。ちょっともうちょっと上に上げるか。喋ることねえよ。なんかないかな。毎週木曜12時更新予定。意外に早くていいわ。明日だもん。まるまる24時間後なんで優しいな。優しかった D アニメストは。鼻痛いな。もうできもんマジで痛い。おい、絶対スーパーパワー。やめとこ。なんかツイッターでエロい絵見てるけど危ないな。鏡の反射で映ってた。どうしよう。あざした。あ、全然外しない。俺のボツボツ。あ、汚っ。超ボツボツしてる。ごめんなさい。